はいどうも、ルーでございます。イードラファンタジースターサーガーやっていきたいと思います。ちょっとね、アップデートから時間かかってしまって申し訳ありません。ちょっとバタバタしてて、ちょっとね、まともにプレイもできていなかった。で、とうとうメブダ実装されましたね。欲しい、かなり欲しい。もうなんか使ってる方結構いらっしゃって、もともとカオスなんだ。そしたら俺あれだな、ボルフか、ボルフカオスにしたのにかぶってしまうじゃん、役割が。まあアリーナとか来るらしいじゃないですか。もしかしたら禁止キャラとかもね、出るかもしれないんで、まあそのままでいっか。オッケー。まあ順当に考えたらカオスだろうね、使うのは。俺ジャスパーをローに入れてるんで、なのでメルダーみたいなアタッカーはやっぱりいた方がいいんでね。ウェポンシングルにバルムンクとガイボルグが追加されたんだ。ほう、素晴らしい。まあいいや、細かいことはちょっと後にしよう。ログインボーナスで50個、ありがとうございます。あ、そうだ、尺のことは分かんなくなっちゃうから、終わってるからこれだけ追加させてください。もう一回土属性イドラか。ウィークリーがね、達成できない、このままじゃ。全然できてなかったから、頑張んないと。はい、いうわけで、上めっちゃ明るいな。日が当たるとね、ちょっとああいう風になっちゃうんですよね。すいません。まあ、いろいろ紹介したいけど、ガチャをやっていきます。まず。で、メルダー狙いでね、行きたいなと思います。これ変わんないかな？もうポポプリン、多分貫突分ぐらいいると思うんだよな。はい、石は18,370。うん。使ってまいりましょう。いきます。まずこれ、10連ガシャチケットが2枚ありますね。なので、まず20連サクッといきましょう。ほっ！てりゃ3個黄色いのが、金色が。新しいウェポンシンボルとか出ないかな。フレームナーク。お、出た、ガイボルグ。やったー、早速出た。お、ケンペル。おお、嘘だろ。やったバルムクゲッツ。うん。あ、アベイユだ。ラッキー。アベイユまだ貫突してなかったから、すごい嬉しいですね。しかもこれガチャさんだとレベルが5っていうのがありがたいよね。ちょっと待ってもらっていいですか。
もうちょっと明るくできないのかな、これ。できるやん。なんか俺が暗い人間みたいに見えちゃう。ネクラですけどね。はい。じゃあ行きます。おっ。できた。また3つかな。いやー、なんか簡単には来てくれないですね、ガリアンナ。簡単には来てくれないですね、ステラ様。お、またガイオブロイグ出た。なんかこのスピードを見ると、おお2枚目かな。このスピードを見ると、なんかあのモンストのガチャを引いてる時を思い出しますね。いきます。さあ、こっからは遊びじゃない。ほっ、出るや。3つ？出ないね。出てくれないね。でも出なくても、出たら確定ってだけだからね。出なくても出ることはある。おベルハルト。あれでもベルハルト、眠れない夜、わからんな。でも持ってない、あれ上、あの、シンボル、ソウルシンボルだな。お、キーラだ。やった。これでキーラ貫突じゃねえかな。さあ、いきます。お願いします。2つ、ちょっとだんだん減ってきたよ。ステラ来ないよ。俺のステラどこ。カリン、お、トゥルビューン、よし、突できる。突できるやつが出るんだったらまだいい。ほっ、めくります。あ、なんか虹が出たね。しかも金がすごい。頼む、お願いします。やったー、来たー。ガイボルグストーリービー、おお、新規ソウルシンボルゲット。どうしよう、あれがあれだったら。あ、トゥルビオン、よっしゃー。メルダー、おお、2枚。これが噂の神引きってやつか。なんか意味深なこと言ってますね。うん、いや、なんかもう欲しいもの出てしまったんでね、もう引くものはないかな。ショップ、ああ、よかった、すげえ嬉しい。アイテム交換、このリーもゲットしたいですね。あ、できる。つばくろ、あ、なるほど。過去のやつ取れるんだ。あ、これありがてえ。とりあえずリーも交換して。俺確かヘルミーナが一体足りなかったんじゃなかったな、かな。勝利の鍵は編成にありだよ。だよ。所持キャラクター、
そうだ、ヘルミーナだ。で、メリッサも貫突している。本当だったらあれなんだろうね。分岐用なんだろうね。エミール超いるな。まあちょっと育成頑張りますよ。だって、あれですからね。カオスも ローも両方ともいたら便利だもんね。よっ。よっ。ヘルミーナ1枚。あとは、ちょっと星4以上ガチャチケット。これ手に入れて、これ引きましょう。すぐに。あ、結構あるな、いいの。神秘の結晶とか、この制御とか、今のうち集めときたいですもんね。10連ガチャチケットも1枚交換できるんだ。あ、これはちょっと、やっぱ頑張んないとな。やべ。サボってた。やばいやばい。やばい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 。寝る前に、ロマサガリユニバースをポチポチしながら、寝落ちするっていう流れで生きてきたんですけど、これからは、ちゃんと、ファンタシースター好きとして、ファンタシースターサーガでね、寝落ちするようにいたしますので、お許しください。はい。なんだっけ、星4確定、ガチャ。誰が出るかな。あ、ちょっと待って、星4確定ガチャってこれじゃん。くそー、そうだった。ポポプリンばっかり、ポポプリン、提供一覧がポポプリン 30% とかじゃないよね、確か。ね。これ逆にポポプリン以外を引き当てる方がすごい大変だからね。どうだ？俺ポポプリンの数。これ変わったりすんのかな？俺結構喜んで交換してしまったけど、これポポプリンと交換したっていうだけの話なんじゃないかって気がして。貫突してる。そうっすか。まあ、これも運命。引いていきましょう。で、引かなきゃね。せっかく手に入れたんだから、引かなきゃもったいない。ほっ！いでよ、ステラ！あれ？でもキーラーももう貫突してんな。まあ、いっか。ほっ！ほっ！あー、おう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 。なんか虹みたいなのが出ると、出てきますね、ステラね。はい。ありがとうございます。ポポプリンありがとうございます。これどっかで更新されるんだろうね、きっとね。そうじゃなかったら、ね。ちょっと辛いよね。あとは、この水橋の遺跡がどのぐらい難しくなっていくのかっていうのはまだよくわかってないんで、これもちょっと、なんだろう、難しくなってきた段階で、動画出せたらなと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。ではご視聴ありがとうございました。ルーでございました。またねー。